目切り遺跡は長野県岡谷市町地にある縄文時代の遺跡である。縄文時代の早期から晩期にわたる遺品が発掘された。現在の目切り遺跡となる地域が最も栄えたのは縄文時代の中期にあたる頃であった。この遺跡からは112件の住居跡が発見されているが、そのうち79件が縄文中期のものだった。豪華な文様で飾られた土器や、 石器類がたくさん出土した。約4000から4500年前の縄文時代中期の層から小豆や鶴豆の仲間など豆類の炭化した種子68点が発掘されたことが2012年6月20日に発表された。これは2009年から3年間地元の考古学研究者らと岡谷市教育委員会が協力して縄文時代中期のものと推定される。 市内の紙幣、目切り、清水殿、陸母、上皇の各遺跡から発掘された土器に残る圧根や目切り遺跡中居士の炭化物を調査して分かったものである。長径約3から7ミリの豆が多数確認され、長野県内の縄文遺跡で多くの豆化植物が検出された例はかつてないことであるという。ただしこれらの豆が栽培されたものであるかどうかは、 不明である。従来、縄文時代は、農耕社会ではないとされてきたのに対し、諏訪市出身の考古学者、藤森栄一は、縄文農耕論を提唱していたものの、その証拠はなかった。明治大学国洋石研究センターの間、進む客員教授は、今回の発見は、縄文農耕論を立証するものとは言えない。しかし、見つかった種子の数も多く、 除草などの管理をしていた可能性はある。縄文時代中期に主食となりうる豆の栽培化に向けて動き出し、農耕社会の入り口に入りつつあった可能性があると指摘している。壺を持つ妊婦土偶は2009年9月10日から11月22日までイギリスの大英博物館で行われた文化庁会外展ザパワーオブドグや 2009年12月15日から2010年2月21日まで東京国立博物館で行われた国宝土偶展で展示された。この展示では壺を持つ妊婦土偶ほか66件が紹介された。岡谷市内には目切り遺跡と時期を同じくする遺跡やまた時期の異なる遺跡として以下のものがある。ありがとうございます。